ワーツコイ今回ダンカマヨシです。今回は久しぶりにダン企画。数ヶ月前に一回やったやんか。あの時は全然痛くなかったんやけど、数日後にね、実は30センチぐらいかな、高さ上げてやりよったんよね。調子乗って。で、それでまたちょっと痛くなって。でもね、じっとしとっても全然良くならんのよ。だから先生曰く、ある程度の運動も回復には必要だと。だからね、今回またこのダンク、ミニバスの高さで、高さを上げずにやっていこうと思うんで、さあね、今回は、ダンクマンよし、15本のダンク決めるまで帰りません。まあそういうことで、レッツゴー。実はね、最近むっちゃストレス溜まっとって、それをぶつけたいから来たって感じもある。ちょっとヤッホー。
はい、というわけでなんとかね15本やってきたんやけど、痛みはない。だけど体力的な意味でかなり疲れた。これで数日経っても大丈夫そうなら同じ高さでもう一回やっていこうかなと。そしてどんどん慣らしていこうかなと。いやーでもやっぱ楽しいね、ダンクはね。ストレス解消にもなったし、ウィンドミルは決まらんかったけど、まあそういった高さは出さんでも技術的な部分は磨いていけるから、そういった感じで今後もやっていきたいと思います。必ずまた自分はいずれダンクをするから、この底辺からねそこに登っていく過程をみんなに見守ってもらって、いずれまた自分がダンクできるその日まで楽しみにしておいてください。はい、というわけで今回以上なんやけど、皆さんは今回のこの動画ダンクどう思いましたか？何かジャンプに関して質問はありますか？ぜひぜひコメントして高評価も忘れずにお願いします。